東徹君。え、日本史の外の東徹でございます。えー、まあ、残すところですね。この緊急事態宣言のですね。指定された区域も北海道と、まあ、首都圏ということになりました。で、一旦は全国がですね。まあ、指定になったわけですけれども、やはり見ておってですね。やっぱり各都道府県によって、まあ、差が、非常に多いな、大きいなというふうに思いました。で、今回のですね、インフルエンザ。 新型インフルエンザ特措法、まあ、この改正のことについてですね、えー、少し、えー、触れさせていただきたいというふうに思います。で、えー、まあ今回もです、ね、都,道府県によ都道府県の知事が、まあ、この責任を負ってです、ね、えー、この対策をやっていくわけでありますけれども、そうであれば、そしてまたもう一つは、またこれからです、ね、再指定なんかもです、ね、出てくるわけであります。で大阪府なんかはですね、えー、再,再度、 休業要請をするときのです、ね、基準も作らせていただいてまあこれ、国の方では多分ないと思うんですね、あの数値的な数字がですね、でやっぱりそういったことを踏まえると、やはり都道府県の知事にです、ね、やっぱりこういった緊急事態宣言の出すのも、また再指定するのも、またそういったことをです、ね、知事の権限としてやるべきではないのかというふうに思いますかいかがでしょうか。西村国務大臣 えとまずですね、えー、この法律の枠組み、まあ、いろいろ私も課題はあるというふうに認識をしております。その上で、国と都道府県がです、ね、それぞれの立場で責任を果たしながら、えー、これまでやってまいりました吉村知事とも頻繁に連絡を取らせていただいております。えー、そのせいか そして国民、国民の皆さんのご協力の成果、賜物のとして、これだけ新規感染者の数が下がってきたと、まずこのことは我々認識をしなきゃいけないんだろうというふうに思います。その上で、この新型コロナウイルスは、エボラとか SARS とは違って、エボラや SARS はすぐ発症しますし、発症する前に感染させることはほぼないと言われております。ただ新型コロナはですね 無症状で持っている人がどこにいるか分からないわけでありまして、その人が動くことによって、これが感染が広がっていきます、5月の連休前も、全国にこの拡大をしたときもです、ね都、都市部から地方に感染が広がることを防ぐために、こうした枠組みを取らせていただいたわけでありまして、これも一定の成果が出たものと思っております。そういう意味で、これは一つの都道府県でできる、知事の判断でできることではないというふうに思っております。 引き続き、それぞれの立場でですね、また連携も取らせていただきながら、何としても今月末に収束させる、そして今後も大きな波は作らない、再設定の目安も、私、数値も示させていただいております、ただ、数値が一人歩きすることを、むしろ医療提供体制などもしっかり見なきゃいけないこと、ことごとも申しさせていただきたいと思いますけれども、引き続き連携を取らせて、全力を挙げていきたいというふうに思います。 東君、まあ、ぜひあの都道府県知事のです、ねまあ、権限をもう少し強化していく、まあ、こういったこともです、ね、やっぱり必要だというふうに思いますので、まあ、ぜひです、ね、検討していただきたいと思います。でえーまあ、今回のコロナウイルスによって、まあ、経済が大変です、ね、深刻な状況になっているということは、もう皆さん、共通のところだというふうに思います。 で、あの下請け問題についてですね、えー、質問させていただきたいと思いますが、あのトヨタがですね、6月はですね、えー、まあ4割程度まあ減産するとまあいうふうなことがまあ報道でも出ております。まあこれから大企業、まあ製造業なんかも特にですね、えー、下請けに対して、えー、まあ。 値下げ要請というものがですね、これ、行われてくるんではないだろうか、まあ、そんなことによって、また中小企業に弱いところにやっぱりしわ寄せがいって、そして倒産であったり、廃業であったり、そしてまた失業者が出ていく、まあ、こういったことをですねこう止めていくためにも下、あの下請けに対して、やっぱりそういう値下げをです、ね、やっぱりできるだけしないようにというふうなことを、ですねこれ、実効性を持った形で,で、すねぜひ政府として、経団連とかですね、そういったところに、まあ 依頼していくということは非常に大事だというふうに思いますがいかがでしょうか。西村国務大臣、ものすごく大変あの重要なご指摘だというふうに思っています。世界経済が止まっている中でですね、自動車産業をはじめ製造業ももう世界に売っていけない中で大変厳しい状況になってきているというふうに認識をしております。そうした中でその芝居をせがですね中小企業に行くことはもうあってはならないというふうに思っております。すでにあの経産大臣の二度にわたって。 経団連はじめ、さまざまな団体にです、ね、こうしたことへの配慮を要請済みでありますし、18日には梶山大臣とともに行、ね、所管大臣と一緒に経団連会長、それから日商の会長、連合にもご参加いただいて、このまさに取引適正化の取り組みをさらに一歩進めるための未来を開くパートナーシップ構築推進会議を開催したところであります。大企業中心にです、ね、このパーートナーシップ構築宣言 これを作成、公表することについて、経団連も賛同いただいておりますので、これからも政労し一丸となって、こうした取り組み、中小企業の立場をしっかり守りながらです、ね、日本全体で取引の適正化が行われていくように取り組んでいきたいというふうに考えております。 東徹君、まあ、ぜひそういったときに、やっぱり本部長であり、総理からです、ね、やっぱりしっかりとやっぱりそういったことをです、ね、要請していくということが非常に大事かなというふうに思いますので、えー、少しでもやっぱり皆さんにです、ね、安心感を与えるということが大事だというふうに思います。で、えー、もう一つですね、あの先ほどから都道府県に対するあの臨時交付金でありますけれども、まあ、都道府県知事会からはです、ね、3兆円というふうなお話も出ておりますすこれいいいいくらぐらぐ、ね、今度増額するのかお聞きしたいと思います。 西村国務大臣。知事会からも、そして与野党からもです、ね、ご要望をいただいております、これはもう有効に使っていただいて、地域の経済を支えていただく、また医療も守っていただく、大変重度の高い交付金でありますので、私としては、できる限り増額すべくです、ね、具体的な検討を急いでいきたいと思いますし、関係部局とも調整をしていきたいというふうに思っております。 東徹君、まあ、なかなか数字が出てこないんで、やっぱり、ね、安心できないんですね、であの雇用調整助成金も、まあ、これ、1万5万五千円というふうな話もありますが、これについてもいつ決めるのか、ぜひ、えー、西村大臣お答えいただきたいと思います西村国務大臣。えー、もうすでに総理から指示がありましたとおりですね。 1>, 1万5000円にはもう引き上げるということにしているところでございます。27日を目途に予算、予算案をですね、補正予算案を編成をすることにしておりますので、できる限り早く提出をして、そして成立を図りたいと思いますし、併せて、その訴求適用についてもです、ね、検討してまいりたいというふうに考えております。 ぜひですね、えー、やっぱこれからあの緊急事態宣言解除されてもです、ね、やはり,やっぱり気を緩めることなく、そしてやっぱり経済は一方でやっぱ動かしていく、まあ、そういったことに、ね、ぜひ全力で取り組んでいただきたいと思います。どううもありがとうございました